どうもー、影やんです。今日は2021年4月11日ですね。11日の日曜日、これ快晴ですね。すごい青いですね、ブルースカイブルーですねの、空でこう気持ちいいぐらいこう天気のいい朝、これはこうすごいですね。これはちょっとまあ気をつけながらですね、こう外出されたらいいんじゃない、散歩なんかしたらもう最高なんじゃないでしょうか。なかなか、うん、いいですね。で、今日は山頂がここにありますね。山頂がちょっとずつこう移動している、まあ、うちの父親が移動させてると思うんですけども、ここに、置くことによって、まあ、光が当たってたんでしょうかね。またずらした方がいいような気もするんですけども、まあこの辺は父親に任せた状態にしましょう。うん、さあ、いつ頃になったら食べれる、もうちょっと、もっとでかなるんでしょうね、山中なんでね。もっとこうレタスのようになるとは思うんですけど、ちょっとその割にはこう器が小さいのかもしれないです。ほんで、土もねちょっと変える必要があるかもしれないんで、その辺どうなんでしょうかね。また、またちょっと言ってみたいと思いますけども、しっかりこう育っていってくれると、こうほんで食べて、これでね、これが育って食べるときにこう焼肉を買ってですね、その焼肉に巻いて食べるみたいなね、そういうこう食べ方をよくあるで、山中ってよくありますよね、焼肉屋のねに出てきますけど、そういうことをこうしたいなと、まあ、そうじゃなくてもいいんです、サラダでもいいんですけども、そんなんしたいなと思っております。ということで今日は日曜日、ゆっくりお休みください。まあできればちょっと外をこう出るというかね、こうまあ、散歩でも何でもいいんでね、ちょっとこう出るような感じがいいんじゃないでしょうか。せっかくの天気なんでね、うん、晴れの日は外へ出ようというこう、メッセージと言ったら大げさですけども、そういうところもあると思いますんで、外の空気を吸ってみてはいかがでしょうか。ということで今日も元気にいきましょう。どうもありがとうございます。